インスタ 360SMO セットアップ&レビュー。インスタ360サイトで購入しました。2週間くらいで到着しました。説明書、英語と中国語です。超小型化された SMO 版パッケージ、なんと単体で 31g しかありません。バッテリーや液晶パネルが省略されています。背面パネルがもう一つ入っているんですけれど、これはカメラマウント用のステーがついているかついていないかの違いです。すでにマウントを用意している場合には不要です。フィルターが2つ入っていました。 UV と ND フィルター、それと取り付け用のケーブルになります。 SMO 版ではドローンから電力を受け取るため、まずは電源用のケーブルを用意します。標準では機体の基板から引き込むんですが、太陽電圧が 6V から 27V と広かったので、他の機体でも使い回せるように基板ではなくてバッテリーから引き込むことにしました。ケーブルはシリコンの 24AWG で作ることにしました。熱収縮チューブも用意しておきます。電源ケーブルのバイパスを用意して途中から分岐します。ハンダで取り付けていきます。絶縁と構造補強のため熱収縮チューブでカバーしておきます。できた。 JST-XH コネクタと XT30 コネクタ用2つを作りました。早速テストしてみます。さあどうかな。つないでと。電源は長押しで。ついた。 SMO 版は液晶がついていないのでスマホでセッティングします。アプリは 1R と一緒です。 Wi-Fi でカメラと接続したらスマホから設定できるようになります。試しにスマホにつないだまま撮影してみます。レックボタンを押せば動画撮影スタート。もう一度押して撮影終了になります。記録されるとスマホ側でもプレビューができます。やば、これはかなり使い勝手がいいかもしれない。便利便利。ドローンに取り付けていきます。洋風堂さんとこのマウントを使いました。柔軟性もあってダメージに強い、軽い、それと購入してから到着までが早かったです。カメラの角度も変えられます。今回はベースのドローンとして UZ85 を使いました。 UZ85 のカメラカバーを外していきます。ここで気がついたんですけど、なんとカメラのケーブルの長さが足りないというわけで延長することにしました。できた。早速組み立てていきます。よいしょよいしょ。完成。できたできた。重量はカメラ込みで 81g。 2セルのシネフープとしては普通くらいかな。飛ばしてみます。あり？どうもカメラの電源を入れずにケーブルだけつなげると焦げちゃうみたいです。電源を入れて再トライ。お、大丈夫大丈夫。2セルですけどそこそこパワーがあるし、室内飛行には結構十分かもしれないな。乱暴に飛ばしてもちゃんと戻せる。あー、コントロールしやすい。ちょっと上下の動きを見ていきます。わ、ちゃんと戻せる。おーおー、いいなこれ、すごくいい。というわけで実際に撮影した映像です。ちょっと映像は訳あって自転車で撮影しています。
発色がすごく GoPro っぽいな、シアンがすごく強い感じとか。手ブレ補正は FPV モードを使ってます。青空が青い、すごい綺麗。これは自転車ではなくて手で持って走っているんですけれど、フローステートのおかげで見事に手ブレ補正がされています。できるだけ FPV を意識してそれっぽく動かしてみたんですけど、どうかな。走ってます。こんなんでよくブレないですよね。外で飛ばすときは使わないけど、室内向けに手ブレ補正はすごくありがたい。いいカメラです。